はい。皆様、こんにちは。安宏です。今回は、いわゆる一条町のシナゴンと呼ばれる、主に一条天皇の時代に、藤原道長のことを支えた有名な4人の苦行について解説します。えー、具体的に言うと、この4人、藤原の近藤、藤原の忠信、藤原の幸成源の歳方、この4人の人生について分かりやすく解説する動画となっているので、良ければこのままご覧ください。 はい。ということで、まずは一人目、藤原の金刀の人生を分かりやすく解説します。まず、金刀の系図から確認します。金刀と道長のひいおじいちゃんに、藤原の忠平という人がいました。で、まず左側から見ますが、えー、忠平の長男が實頼、實頼の次男が頼忠、そして頼忠の長男が藤原の金刀になります。はい。で、続いて右側を見ます。 えー、忠平の次男が諸介、諸介の三男が金家、そしてその金家の五男、正妻に限ると三男が、えー、道長になります。はい。ちなみに、佐根寄と諸介の家系は、まあ、それぞれの佐根、えー、寄、諸介が住んでいた場所が由来となって、佐、え、根、ー、寄の家系が小野宮流、小介の家系が九条流と呼ばれていました。つまり、藤原の近藤は小野宮流出身。 藤原の道長は九条流出身だったわけです、ねはいそしてこの2人はこの形図をご覧いただければ分かるように、えー、おじいちゃんが兄弟ですので金刀、えー、と道長はまたいとこの関係になりますそして2人とも966年生まれで同い年ということで、えー、家柄であったり年齢こういうものが近い2人は若い頃から一緒に励むような関係だったと考えられています では、この二人を比べたときに、若い頃、どちらの方が出世スピードが速かったのかというと、それは藤原の金藤の方になります。えー、我々は道長が最終的に覇者になるって知ってるから意外に感じますが、当時の人たちは金藤の方に期待し、金藤の方が出世スピードが速かったわけですね。では、それはなぜかっていうと、そもそも、小野宮流の祖になった藤原のサネよりは、 え藤原忠の,の長男ですよねなので、小野宮流と九条流を比べたときに、本来、小野宮流の方が藤原北家の着流だったんですね。はい。ということで、実際に実頼やその息子の頼忠は、えー、朝廷内のナンバーワンという立場になったことがあります。なので、その頼忠の長男として生まれた藤原の近藤は、えー、本当に貴公子の中の貴公子で、めちゃめちゃ期待されていたわけですね。 で、それに対して、九条流出身の金家の末っ子に過ぎない道長は、均等ほどは生まれた時は期待されていなかったと思われます。はい。ということで、若い頃は均等の方が出世スピードが速かったんですが、この小野宮流と九条流のパワーバランスが逆転するような出来事が起こります。はい。ということで、その辺について、このケ図を使って説明していきます。 まず、今赤丸が出た、園雄天皇という天皇がいました。そして、園雄天皇の時代、頼忠は関白打上大臣で朝廷内のナンバーワン。それに対し、金家は右大臣でナンバースリーという状況でした。こういう中、関白の頼忠は、園雄天皇の外籍になるために、娘の信子を嫁がせました。ちなみに、金藤にとって信子はお姉ちゃんになりますね。 はい。そしてそれに対抗し、右大人の金家も娘の秋子を円融天皇に嫁がせました。で、この状況、本来であれば有利なのは頼忠の方でした。というのも頼忠は関白で朝廷内のナンバーワンですし、一般的に円融天皇は秋子よりも信子の方を寵愛していたと考えられているので、このまま順調に信子と円融天皇の間に王子さえ生まれてくれれば、 今後も小野宮流が覇者として君臨できるよねという状況だったわけですね。はい。なんだけど、まあ、子供ができる、できないっていうのはとても難しい問題で、まあ、長愛したからといって子供が生まれるわけではありません。ということで、結果としては、信子と遠友天皇との間には王子が生まれなかったんですが、遠友天皇と秋子との間には、遠友天皇の唯一の王子である康人親王が生まれたわけですね。 はい。こうして、まあ、今回の動画では詳しい経緯は省きますが、園友天皇の後に火山天皇っていう天皇が即位して、えその後に安人親王が一条天皇として即位することになりました。はい。そして、この時代、生まれてきた子供は母方の家系で育てられます。つまり、一条天皇は金家の家系で育てられたのでえ、九条流の人たちとのつながりが深い天皇だったわけですね。 はい。そして一条天皇は即位したとき、まだ子供なので、自分では政治ができません。こうして一条天皇にとって、外祖父である金家が摂政となって、一条天皇の代わりに政治を行うという時代に突入したわけですね。はい。このような経緯があって、もともとは小野宮流の方が力を持っていたんですが、えー、そのパワーバランスが逆転し、えー、九条流の方が覇者という時代を迎えました。 その後、覇者になった金家は、長男の道高、正妻次男の道金、正妻三男の道長を急激に出世させました。こうして、もともと藤原の近藤と道長を比べたときに、近藤の方が出世スピードが速かったわけですけど、あっという間に道長に追い抜かれてしまったわけですね。そしてこういう状況に、おそらく近藤は大きな不満を抱いていたと思われます。ということで、 え、道高が頂点だった時代に、えー、とある問題行動を起こしてしまいます。えー、一条天皇が神社へお出かけになるということで、えー、ほとんどすべての苦行は、その一条天皇のお出かけのお供をしたわけですね。なんだけど、藤原の近藤は、人事に不満があったのか、その一条天皇の行行にお供をしなかったわけですね。でそれで天皇の怒りを買ってしまって、 えー、一時期出資の差し止め処分。要するに、もう朝廷で働かなくていいぞって言われてしまったわけですね。まあ、結局は、あの、ちゃんとね、復帰することになるんですけど、ま、こんな感じで、一時期天皇の怒りを買ってしまっています。はい。そして、その後の動きを見ます。えー、と言っても、ここら辺は、えー、今回の動画の主題からは外れるので、結論だけパパッと言いますが、まず、995年に、えー、金家の長男道高、制裁次男の道金が、 えー、相次いで病気で亡くなります。で、その後、道高の着難のコレチカと、えー、金家の制裁三男の道長が権力争いする時代になるんですが、えー、996年にコレチカは女性関係のスキャンダルを起こして左遷されてしまいます。こうして、金家の制裁三男の藤原道長がトップという時代を迎えました。そしてこの頃、藤原の近藤が、 えー、藤原の道長に接近したということが分かっています。えー、というのも、後で見るんですけど、藤原の金等って和歌の達人でもあるんですね。でちょうどこの頃、えー、道長の邸宅の改築祝いを送った歌が残っていたりとか、あ道長が紅葉に出かけるってことで、それのお供をして、えー、道長に歌を送ったとか、そういう歌とかが残ってるんですね。はい、こんな感じで藤原の道長が頂点になったということで、金、え、等、ー、はその道長に接近を始めた。 ちょっと悪い言葉を使うと、道長にこびへつらい始めたということになります。しかし、このように金等は道長にこび始めたわけですが、にもかかわらず、シナゴンの一人、藤原忠信という人に異界を抜かれてしまったんですね。忠信については、金刀の後に解説するんですが、まず簡単に形図を見ておきます。道長と忠信の,のおじいちゃんが諸助です。 そして、諸助の旧男がためみつで、そのためみつの次男がただのぶになります。はい。ということで、このケ図をご覧いただければわかるように、まず、藤原の金刀と道長は、それぞれ小野宮流の出身、九条流の出身ってことで、家系が違いますし、金刀と道長の関係って、またいとこの関係でしたよね。でそれに対して、道長とただのぶの関係は、お互い九条流の出身で、家系が同じですし、 また、いとこではなくて、いとこの関係なんですね。えつまり、道長にとって、金等よりも、忠信の方が身近な存在だったと考えられているわけですね。はい。ということで、えそういうところがプラスに働いたのか、金等は、道長どころか、忠信にも異界を抜かれてしまったわけですね。でこれは、金刀にとってよっぽどショックだったし、不満だったと思われます。ということで、金等は、 えー、ただの部に異界を抜かれた後、道長に辞表を提出しました。はい。まあ、よっぽどね、悔しかったんでしょうね。す、え、で、ー、に説明したように、本来であれば、小野宮流の方が、藤原北家の着流ですので、なぜ着流の生まれの俺がこんな目に遭ってるんだっていうね、えー、そういう気持ちは絶対にあったと思います。ということで、近藤は辞表を提出したわけですが、 まあ最終的には何やかんやって半年後くらいに復帰しています。そして復帰後、金刀は人事に反発することがなくなりました。これはなぜかというと、まあ、完全に僕の主観の話っていうか予想の話になるんですけど、まず道長に辞表を提出した時点で金刀は39歳だったんですねで。この頃は40歳で初老と考えられますので、まあもう結構いい年になっていたわけですよ。 なので、藤原の金等は、道長に辞表を提出したっていうのが最後の反発で、まあ、その後は、九条流と小野宮流のパワーバランスが逆転して、えー、もう九条流に勝てない時代に突入したんだってことを、まあ、ちゃんと受け入れたっていうかね、もう悟ったっていうことなのかなと思います。はい。こうして、その後金等は、道長に従順な貴族になりました。でその証拠に、金、え、等、ー、は長女を道長の制裁次男である、のりみちに嫁がせています。 しかも、えー、道長の制裁次男に長女を嫁がせることに成功したっていうことが、まあ、よっぽど嬉しかったのか、えー、同じ小野宮流出身に藤原の実助っていう貴族がいるんですけど、その藤原の実助に対して金頭は、えー、道長の制裁次男、典道様に長女を嫁がせることに成功したぜみたいな感じで、まあ、長々と自慢話をされたということが、えー、藤原の実助の日記である小遊記の中に残っているわけですね。 はい。ということで、まあそういうね、描写を見る限り、まあかつての小野宮流の、えー、小野宮流こそが着流なんだ、みたいなプライドを持っていた金刀はすでに亡くなっていて、もうこの頃になると完全に道長の下につくことで、生き残ろうというか、出世を図ろうというね、まあそういうことを決意したってことがわかりますよね。はい。で、そんな感じで道長の下についた金刀は、まあその後もちょっとずつ出世はしていくわけですが、 まあ最終的には筆頭ゴンダイナゴンってことで、ゴンダイナゴンの筆頭までは上り詰めたんですが、そこで昇進の限界を迎えてしまいました。ちなみに、筆頭ゴンダイナゴンってどのくらい偉いのっていうのが、ちょっとイメージつかないって人もいると思うので、朝廷内の官職、ポストを上から順に書いてみました。上から順に、打上大臣、左大臣、右大臣、内大臣、ダイナゴン、ゴンダイナゴン、 えー、中納言、言中納言、点点点って感じになりますね。はい。で、一番上の、打浄大臣についてはいつも置かれるわけではないので、えー、打浄大臣がいるかどうかによってもちょっと変わってくるんですけど、えー、筆頭、言、大納言は、まあ、大体朝廷内のナンバー5から6くらいの立場ということになりますね。はい。ということで、まあ、九条流全盛の世の中で、小野宮流出身にもかかわらず、筆頭のゴンダイ大納言になったっていうのはすごいことなんですけど、 ただ、そこが昇進の限界で、それ以上上には行けそうにないという状況だったわけですね。はい。そしてそういう状況の中、均等は、長女や次女の相次ぐ死という不幸に見舞われてしまいます。こうして均等は、61歳の時、権大納言を辞任し、出家しました。ちなみに均等が出家をしたということを知った道長は、 えー、金刀に方位、ま、法位と読んでもいいですが、方、え、位、ー、と和歌を送ったということが分かっています。また、同じシナゴンの仲間であった藤原忠信が、えー、金刀のもとを訪れてで、ちなみにこの時、忠信も、えー、娘を亡くしているんですね。ということで、お互い泣きながら、こなぐさめ合って朝まで過ごしたみたいな、そういうエピソードが残っていますね。 はい。まあ、近藤からすると、道長とかね、ただの部の九条流出身の人たちっていうのは、まあ、こういう人たちのせいで出世できなかったわけなので、なんて言うんでしょう、こう単なる仲間とは思えないっていうかね、まあ、そのすごい難しい関係なわけですけど、まあ、こんな感じでね、ちゃんと近藤が出家した時に、道長とかただの部から、まあ、こういう交流を持たれているわけですね。はい。ということで、えー、近藤は出家をしたわけですが、えー、その後は道長とかシナゴンの仲間たちの中で一番長生きをし、 1041年、去年76で亡くなりました。はいということで、えー、これが近藤の人生の概要でした。まあ、小野宮流にね、生まれて、めっちゃ期待されていたにもかかわらず、その後、九条流が台頭したことで、思うように出世できなかったってことで、まあ、もしかしたら本人としては、あまり納得のいく人生ではなかったのかもしれませんね。はいなんですが、既、まあ、に説明したように、九条流前世の世の中で、 えー、お宮流出身でありながら、筆頭ダイナゴン大納言に登り詰めたっていうのは、それだけですごいことですから、やっぱりね、すごく能力は高かった人なんじゃないかなと思います。はい。また、近藤は、その政治の面だけではなくて、実は文化面で超一流の人で、えー、和歌とか漢詩とか漢言とか、そういう諸芸の達人だったということが分かっています。で特に和歌は超達人で、 直線和歌集に88もの歌が入選していますね。直線和歌集っていうのは天皇とかの命令で、その時代の優れた和歌を集めた和歌のベストアルバムみたいなものになるんですけど、それに88の歌が入選しているってことで、金刀は和歌の達人でした。はい。また金刀は、源氏物語の作者である紫式部と親しかったんじゃないかということで有名な人でもありますね。 えー、なぜ紫式部と親しかったと考えられてるかっていうと、えー、紫式部本人が書いた日記があるんですけど、えー、その日記の中で宴会の席で金頭が紫式部に若紫はいますかと話しかけたってことが分かってるんですね、えー、これどういうことかというと若紫っていうのは「源氏物語」の女主人公の呼び名なんですね、えー、つまり金頭はその源氏物語の女主人公の呼び名で紫式部のことを呼んだってことで 金刀、まあ、が源氏物語を読んでいたってこともわかるし、そういうね、物語の、えー、登場キャラクターの名前で紫式部を呼べるくらい紫式部と親しかったんじゃないかってことがわかるわけですね。はい。ちなみに若紫ではなくて、本当は我が紫だったんじゃないかってことで、金刀は紫式部を好きだったっていうかね、二人は恋仲だったみたいな説もあったりするんですが、まあ、それはほとんど伝説の類みたいなものかなと思います。 はい。ということでね、えー、金刀は、まあ、政治の面ではちょっとね、思うようにいかなかったのかもしれませんが、文化の面では非常にね、一流の人だったんだよ、という説明でした。はい。ということで、えー、藤原の金等の説明は以上になります。続いて、藤原の忠信の,の人生を分かりやすく解説していきます。まず、忠信の,の経図を確認します。 と言っても、金等の説明の時に、すでにこの形図は見ていますので、えー、簡単に説明しますね。はい。まず、道長と忠信のおじいちゃんが九条流の祖となった藤原の諸助になります。そして、諸助の九男がた光、その次男が忠信です。はい。ということで、この形図をご覧いただければわかるように、道長と忠信はいとこの関係ですよね。はい。ということで、えー、非常にね、関係が近いので、 え道長はシナゴンの中でも最も最忠信とと親しくしくてていいたと考えられていますね、はい、でちなみに忠信は近藤とか道長の1個年下ではあるんですが、まあ、この3人はほぼ同世代ですのでえ若い頃この3人で一緒に過ごす場面も結構多かったんじゃないかと想像されていますね、はい、でこれが忠信の,の生まれなわけですが実は忠信は天皇の外籍になる 具体的に言うと天皇の外お子になるチャンスを迎えたことがあります。はい、ということでその辺をこの形図を使って説明します。まず、円融天皇の次の天皇に今赤丸が出た崋山天皇という天皇がいました。そして崋山天皇は、み光の娘であるよし子つまり忠信の妹であるよし子と結婚していますで。ちなみに忠信って超イケメンだったと考えられているので、 まあ、おそらくその妹のヨ子もすごく美人だったんでしょう。えー、火山天皇はヨ子のことをすごく寵愛したと伝わっています。でその結果ヨ子は見事に火山天皇の子供を、えー、解任することになりましたで。もしその子が男の子、王子であれば、この王子にとってためみつは外祖父、ただの部は外王子になりますので、 この王子が将来天皇になってくれれば、ためみつの家系が天皇の外籍になるという状況になったわけですね。はい。ということで、ためみつの家系が覇者になるかもしれないという状況だったんですが、えー、結局、よしこは解任中に子供を産むことなく子供と一緒に休止してしまいました。はい。そして、それを悲しんだ火山天皇は、天皇を辞めて出家したい。 ととままで考えるようになったとされていますそしてそれを金家が大チャンスと捉えました。なぜかというと、金家の娘のア子と遠雄天皇との間に、安人親皇という王子が生まれていましたよね。で、カ家からすると、自分の孫の安人親皇が早く天皇になってほしいということで、火山天皇は邪魔者だったわけですよ。はい。こうして金家は、 西西次男の道金という人に命じて火山天皇に出家を促しました。でその結果火山天皇は出家し天皇を辞めることになります。はいこういう経緯があって兼家の孫が一条天皇として即位し兼家が摂政となって兼家の家系が覇者になっていくわけですね。はいということでもしよし子がね急死、えー、することなく王子を産んでいれば、まあ、今後の歴史は変わったのかもしれませんが。 まあ実際は為光の家系が天皇の外籍になることはなく兼、えー、家の家系が覇者になったということになります。はいとはいえ忠信は兼、まあ、家と同じ九条流出身ですし、まあ、そもそも忠信って兼家の甥いにあたりますからね、えー、すごくいい生まれです。ということで今後も順調に出世することになりました。はいということで兼家の長男道隆が頂点だった時の話を簡単にします。 え、道隆は娘の貞子を一条天皇の中宮、つまり正妻にしました。そして、その貞子に仕えていた女房の一人が、かの有名な聖少納言になります。はい。で、この頃、忠信はクロードの塔と言って、一条天皇の秘書官のトップという立場にありました。なので、え秘書官のトップという立場から、忠信はえ貞子の 貞子に仕えている女房たちとの交流がすごくあったと考えられていますね。で実際に聖少納言が残した枕の子を見ると、えこの頃聖少納言と忠信がすごくね、親しく交流している様子っていうのがわかります。でしかも聖少納言ってかなり毒舌なことで有名なんですけど、忠信に対してはかなり高評価で、え魅力的な人物として描いてますね。まあ、それこそすごいイケメンで将来を期待されていて、 立ち振る舞いとかも美しいし教養もあるし会話もウィットに富んでて面白いみたいなそういうね、えー、すごい魅力的な人物としてては描かれていますね、はい、実は忠信だ,だけではなくて次に紹介するシナゴンのもう一人である藤原の行成って人もあの枕草子にはかなり登場していて、えー、結構ねその忠信だ,だけではなくて行成もそうなんですけど清少納言と恋仲だったんじゃないかみたいな説もあったりして。 まあすごいね清少納言でそて濃い大きい女性だったわけですけど、まあ、そういう様子が枕草子からわかりますね。はい、ということで、まあ、この頃の忠信は、まあ、すごいイケイケでねイケメンで将来を期待された若手のエリートみたいな感じでした。はい、でその後道隆が病気で亡くなり、えー、道長が覇者という時代がやってきます。忠信って結構出世欲が強い人物だったと考えられていて。 実際にこの時もさっさと道高の家系とは、えー、距離を置いて道長の方に接近しているということが分かってますね。はい。ということで、棚信は覇者になった藤原の道長と親密な関係を築くようになった。まあ、要するにちょっと悪い言葉を使うと、道長に媚び始めたわけですね。で、いくつか具体例を挙げると、 まず道長ってあの監視を、ね、作るのがすごく好きで視界をよく開いていたんですけど忠信、えー、はその常連でいつも参加していたらしいですね。はい、でそんな感じで忠信って道長とすごく仲が良かったのでこれは結構晩年になってからの話になるんですけど、えー、道長が病気になってその療養のために温泉に行ったんですけどその時に忠信、えー、が一緒について行ってますね。 はい。あとは、これは金藤と同じ感じですけど、忠、えー、信も娘を道長の六男に嫁がせていますね。で、その他、忠、まあ、信が怪我を負った時に道長が、えー、2回もお見舞いに来てくれたとかね、えー、そういうことも当時の日記から分かっています。はい。こんな感じで、忠信ってシナゴンの中でも一番道長にべったりで、まあ、道長と一番仲が良かったと考えられているんですね。はい。なので、まあ、当然ね、そういう様子を面白く思わない男も出てくるってことで、 えこの当時、藤原佐根助っていうねえ、非常に有名な貴族がいるんですけど、佐根助は、忠信に対してというか、まあ、これシナゴン全員に対しての言葉なんですけど、あいつらは道長に追従する苦行だ。要するに、道長に言いなりだ。というふうに批判してるんですね。はい。まあ、こんな感じで、藤原佐根助って人に批判されるくらい、忠信は道長とべったりだった。というふうに考えられています。はい。ちなみに、藤原佐根助については、 大河、えー、ドラマ、光る君への第3回の解説動画の中で、えー、詳しく解説しているので、えー、ちょっとね、サネスケって誰ってなっちゃった人は、よければこの動画も合わせてご覧ください。はい。そんな感じで、忠信は最大の権力者である藤原道長と非常に友好な関係を築いていましたので、えー、順調に出世していくことになります。ということで、 忠信、えー、って次男なので上にお兄ちゃんが一人いるんですけどそのお兄ちゃんよりも出世スピードが早かったわけですねはい、まあ、そのね悔しさのあまりお兄ちゃんは断食し噴死したというふうに伝わってるんですけど、まあ、これはあくまで逸話なので本当かどうか分かりませんが、まあ、事実として弟の忠信の,の方が道長から気に入られて出世スピードが早かったわけですねはいこうして順調に出世した忠信は1二十年五十四歳の夏 54歳の時にシナゴンで唯一ゴンダイナゴンではなくてゴンがついていない聖刊のダイナゴンに昇進しています。つまりシナゴンの中でポストが一番上まで行ったのはタダノブだったわけですね。はい。なんだけど、タダノブってめっちゃ出世欲が強いと考えられているので、ダイナゴンでは満足せず大臣になりたいと考えるわけですね。はい。ということで実際にこの頃、タダノブが 内大臣になるために祈祷させているという噂が立っているってことが、えー、サネスケの残した日記から分かっています。しかし、結局、忠信は、1035年、大臣になる夢は叶わず、去年69で亡くなってしまいました。ただ、これは、忠信に能力がなかったから大臣になれなかったわけではなく、ちょっとね、ライバルが強力すぎました。というのも、この頃、 左、えー、大臣は道長の長男の頼道。右大臣は小野宮流当主の佐根助。えー、内大臣は道長の精裁次男ののり道ってことで、まあ、ライバルが強力すぎたんですね。はい。ということで、まあ、大臣にはなれなかったわけですが、まあ、内大臣の次が大納言ですからね。そこまで上り詰めた藤原忠信は、まあ十分ね、すごかったと評価していいと思います。 まあ、ただのはね、すごく出世欲が強かったとされているので、まあ、もしかしたら本人は納得していなかったのかもしれませんが、まあ、客観的に評価すると、まあ、すごくね、えー、順風満帆な政治家人生を歩むことができた人と言っていいと思います。はい。ということで、藤原ただのぶの、えー、解説は以上で終わりです。続いて、藤原の幸成の人生をわかりやすく解説します。まず、幸成のケースから確認します。 ゆきなりのひいおじいちゃんが九条流の祖である藤原諸助になります。はい。で、諸助の長男がこれただ。これただの三男または四男とされているのが吉高。そして吉高の長男がゆきなりになります。はい。で、この形図をご覧いただければわかるようにえ、ゆきなりは道長よりも一つ下の世代ですよね。はい。ということで、まあ、道長は966年生まれなんですが、 雪成は972年生まれということで、えー、道長の6歳年下になりますね、はいまあ。雪成はシナゴンの中で一番年下だったので、まあ、シナゴンの中でも弟分的な、ね、存在だったんじゃないかと考えられています。はい、なんだけど、生まれた時点で雪成と道長、どちらが期待されていたかっていうと、えー、それは雪成の方だったと思います。なぜかというと、藤原の諸助の長男がこれただですよね。 ということで、当たり前ですけど、弟の金家よりも、これただの方が出世スピードは速くて、実際、これただって、摂政打上大臣で、朝廷内のナンバーワンになったことがある男なんですね。そのこれただの孫が雪成ってことで、雪成は非常にいい家に生まれました。はい。なんだけど、残念ながら、このこれただの家系って、結構早死にの家系なんですね。ということで、雪成は972年生まれなわけですが、 その年に早速おじいちゃんのこれただが亡くなっています。さらにその2年後の974年にお父さんのヨシタカが亡くなっているんですね。はい。こんな感じで、ゆきなりは生まれてすぐに祖父とお父さん、両方を失ってしまいました。はい。ということで、なかなかハードなね、えー、状況から人生がスタートしたわけですが、ただ、その後ゆ成は火山天皇との関係の中で、えー、順調に出世することができました。 えなぜかというと、まあ、この形図をご覧いただければわかるように、火山天皇って雪成のおじいちゃんである藤原のこれただの娘と霊勢天皇というねえ、天皇との間に生まれた天皇だったので、火山天皇と雪成っていとこの関係だったわけですね。はい。ということで、火山天皇がえ天皇の時代、雪成は順調に出世することができました。なんだけど、えすでに忠信の,のところで説明したように、火山天皇って あの、愛していたね、ヨ子が解任中に亡くなったってことですぐ出家しちゃいましたよね。はい。そんな感じで、火山天皇って、えー、たったのね、2年くらいで天皇を辞めてしまったわけですよ。はい。こうして、雪成は、まあ、いとこの火山天皇に取り立ててもらっていたわけですけど、まあ、その火山天皇が辞めてしまったので、えー、ここから数年間、雪成は不遇な日々を過ごすことになりました。しかし、そんな雪成を救ってくれる救世主が現れました。 1995年、おそらくなんですが、前任のクロードの塔である源の都市方の推挙により、雪成がまだ24歳という若さで、え源の都市方の公認のクロードの塔に選ばれたと考えられています。え源の都市方というのは、この後説明するえ残りのね、シナゴンの最後の人になります。はい。では、なぜこの人が推挙してくれたと考えられているのかというと、 えー、藤この雪成って「ゴンキ」の記載は雪成がクロードの塔になるちょっと前から始まってるんですけどその辺の記載を読むと、えー、この頃にはすでに雪成と源の都市方が非常に仲が良くて良好な関係だったということが、まあ、想像できるわけですね。 はい。ということで、まあ本当かどうかわかんないというか、まあ、あくまでも予想なんだけど、まあ、おそらく前人のクロードの塔、源の年方が推挙してくれたことにより、雪なりはクロードの塔になれたと考えられています。なので、まあどこまで本当かどうかわかんないんだけど、まあ最終的に雪なりって源の年方より偉くなるんですね。 偉くなるんだけど、雪成は源の利方のことをすごく尊敬しているというか、まあ、恩人だと感じているので、絶対に源の利方よりも上座には座らなかった、みたいな逸話が残ってますね。はい。ということで、まあ、今の逸話が本当かどうかわからないんですが、まあ、おそらくシナゴンのね、仲間である源の利方の推挙により、雪成は24歳という若さでクロードの党に就任することができました。 フロードの塔になった雪成は非常に優秀な人物だったとされていて、まあ、こんな感じで最大の権力者である藤原道長と一条天皇との間に立って、まあ、両者と良好な関係を築き、両者のパイプ役になったと考えられています。はい。で、実際に雪成は道長にとってとてもありがたいことというか、大きなことを2つやってくれていますので、えー、そのね、お話をしたいと思います。 はい。まず、これはすでにお話ししましたがえ、道長のお兄ちゃんの道高の娘、貞子が、一条天皇の中宮、正妻になっていましたね。はい。なんだけど、道高は995年に病気で亡くなりえ、道長が覇者という時代がやってきます。で道長は999年に、まだ12歳の娘である秋子を一条天皇に嫁がせました。 はい。なんだけど、あくまでも一条天皇の中宮、正妻は貞子でしたので秋子、秋子の方は中宮よりもワンランク下の養護という立場でした。はい。で、しかもこの時まだ秋子は12歳なので、まだしばらく一条天皇との間に子供が生まれるってことはありません。で、それに対して一条天皇と貞子との間には、天皇の第一王子である厚安新皇という王子が生まれたんですね。 はい。そうなると、道長は当然焦りますので、焦った道長は、え、秋子のことを中宮、つまり一条天皇の制裁にしたい、というふうに考えました。しかし、すでに貞子の方が中宮になっているわけで、え、そんなことできんのって思いますよね。はい。ということで、この辺を説明するために、まず前提知識からお話しすると、え、中宮というのは皇后の別称になります。 で皇后というのは天皇の制裁を指す立場になりますのでえ、つまり皇后イコール中宮でどちらも天皇の制裁を指す立場ということになります。で大事なのは皇后とか中宮っていうのはえ皇室に一人しかいちゃダメなんですね。え定員が一人と決まっていました。で今中宮の枠が、えー、貞子で埋まっちゃってるわけなので、本来であればもう誰も天皇の制裁という立場にはなれないんですね。なんだけど道長は裏技を使います。 いや、皇后と中宮は同じものではありません。別のものです。ということにして、えー、貞子の方を皇后にして、秋子の方を中宮にしたんですね。はい。こうすることで、一条天皇という一人の天皇に対して、皇后の貞子と中宮の秋子っていう、えー、二人の正彩格の女性がいるっていう、かなり複雑な状況が生まれてしまいました。はい。ちなみに、こんな裏技はなんで取ったのって思うかもしれませんが、実は前例があって、 むしろ、貞子が前例なんですねえ。道高が貞子を一条天皇の中宮にするって時にこういう前例が生まれてしまっているんですけど、まあ、その辺を一から説明するとめっちゃ難しいというか、時間がかかってしまうのでえ、詳しく知りたい方はこちらの紫式部の動画ですでに解説済みですので、こちらをご覧ください。はい。ということで、ちょっとね、その辺の説明は割愛しますが、まあ、とにかく一条天皇という一人の天皇に対して、皇后の貞子と中宮の秋子っていう えー、2人のね、制裁格の女性がいるという難しい状況が生まれてしまったということになります。そしてこういう非常に難しい状況を実現する、つまりすでに一条天皇には貞子っていう制裁がいるのに、道長の娘の秋子の方も制裁としてねじ込むっていうね、えそういう非常に難しいことを実現するために、 道長ととと一条天皇を仲介してててその2人の人間でで働いいいいた功労者がが成というこわかってるんですね、はい、道はよっぽど雪成に感謝していたようで道長が雪成が黒土の塔になってから折に触れて自分のために取り計らってくれた互いのこの世代になっても必ずこの恩に報いようというふうに雪成に言ったということが雪成の日記である今期からわかっています。 はい。このように、雪なりは非常に大きなことを成し遂げたわけですが、えー、もう一つ大きなことを成し遂げています。ということで、その辺を説明するために、えー、続きをこの形図を使って見ていきましょう。まず、一条天皇という一人の天皇に対し、中宮の秋子と皇后の貞子がいるという難しい状況が生まれていましたね。でこの状況が生まれたのが、ちょうど1000年の出来事なんですけど、 えー、その翌年、1001年に皇后の貞子の方が亡くなってしまいました。はい。こうして結果的に、道長の娘の昭子が、えー、一条天皇の唯一の制裁という状況になります。はい。そしてそこから数年時が流れて、えー、一条天皇と昭子との間に、厚平親王という王子が生まれました。その結果、貞子が生んだ第一王子である厚安親王と、 明子が生んだ第二王子である厚平親王、どちらを将来天皇にすべきだろうかって問題が起きてしまったわけですね。で、生まれた順で言うと、厚ツ親王が天皇になった方がふさわしいように思えますが、ただ、厚ツ親王はお母さんの貞子と外祖父の道高がすでに亡くなっているので、非常に権力基盤が弱い王子だったわけですよ。でそれに対して厚平親王の方は、 まだ、外祖父の道長とお母さんの秋子が健在ということで、厚平親王が将来天皇になった方が、まあ、おそらく政治は安定するよねっていうふうに予想されたわけですね。はい。で、実際、時の権力者の道長も、えー、厚平親王は孫ですので、まあ、当然、厚平の方を天皇にしたいと考えます。はい。で、そのように考えている道長の命を受けて、藤原の行成が動きます。 え藤原の幸成が道長と一条天皇のパイプ役になって、一条天皇に対して厚平親皇を将来天皇にした方が、こ、ま、う、あ、こうこういうメリットがありますよっていう風に一条天皇を説得したということが分かってるんですね。はい。ということで、まあ、最終的に藤原の幸成の説得もあってえ、道長の思い描いた通り、厚平親皇の方が将来天皇になったわけですね。はい。こんな感じで藤原の幸成はえ、道長と一条天皇両方と 有効な関係を築いて2人のためにねいろいろと動き回った非常に優秀な官僚だったと考えられています。はいというところで、まあ、他にもあるんですけど雪成の政治面の活躍はこんなところになります。はい、でしかも雪成って政治面で優れていただけではなくて三席の一人に選ばれているんですね。 えつまり、まあ、今で言う書道の達人として、まあ、平安時代のその書道の達人の3人のうちの1人に選ばれているんですね。なので、まあ、要するにめっちゃ美しい文字を書けたということになります。はい。で、それに加えて、もうこの動画内で何回か名前が登場していますが、雪なりはゴンキという日記を残したことでも有名ですね。えこれは、道長が残した緑関白記とか、あとはサネスケの醤油記とか、そういうものに並んで、 この時代を知る上での非常に重要な資料の一つになっています。はい。こんな感じで、三成、三成じゃないや、えー、三成じゃなくて、雪成ですね。雪成って非常に優秀な人物でしたので、順調に出世することができて、1020年にゴン大納言になっています。そしてその7年後、1027年に、去年56で、これは全く偶然なんですけど、藤原の道長と同じ日に亡くなっています。 はい、まあ、むしろね、道長と同じ日に亡くなっちゃったせいで、雪成の死がかなりこう、なんて言うんでしょう、霞んじゃって、当時の人の記録とかにはあんまり残ってないらしいんですけど、まあ、偶然同じ日に藤原の道長と同じ日にね、亡くなっているんですね。はい、ということで、まあ、そのせいで雪成の死は霞んじゃったわけですけど、ただ雪成ってその道長に尽くしてきた人物ですからね、その道長と同じ日に亡くなったっていうのは、なんかね、えー、こう、運命的なものを感じますよね。 はい。ということで、えー、ここまでが藤原の雪なりの解説でした。続いて、シナゴンの最後の一人である、えー、源の都市方の人生を分かりやすく解説します。源の都市方の特徴といえば、何、まあ、と言っても、シナゴンの中で唯一藤原じゃないというところですね、えー。この人だけ、源氏の人になります。はい。で、その辺を形図を使って見ていきましょう。まず、第五天皇という天皇がいました。 そして、その大0王子が親戚降下を行います。親戚降下って何かというと、大0王子ってことで、この人が将来天皇になる可能性は、まあ、ほぼほぼないわけですね。なので、そういう王子に対しては、関しては、親戚降下といって、皇族の身分をやめてもらって一般国民にしましょうって話になるんですね。 でその親戚降下をして一般国民になったときにその証として姓が与えられるんですけどその時与えられる姓の代表が源だったんですね。はい、ということで第五天皇の10王子が親戚降下をし一般国民になったでその時源っていう姓を与えられて源の高明と名乗っているということになります。はい、そしてその源の高明の三男が源の利方ということで。 えー、源年方は、第醐天皇を祖父に持つ第五源氏ということになります。はい。ということで、源の利方は、第、ま、5、あ、天皇の孫ですから、非常に高貴な生まれなわけですけど、なんだけど、源の利方が10歳の時に、お父さんの高明に不幸が訪れます。えー、969年、年方が10歳の時に、 父、源孝明がアンナの変と呼ばれる政変により左遷になってしまったんですね。はい、でちなみにアンナの変については1から説明するとめっちゃ時間がかかるのでえ、詳しく知りたい方はすでに解説しているので、こちらの紫式部の動画をご覧ください。はい、ということで、まあ、政変の内容自体は割愛しますが、まあ、とにかく年方が10歳の時にお父さんが左遷になってしまったわけですね。 はい。ということで、年方も今後ね、えー、なかなか不遇の人生を歩むことになったのかなと思いきや、まあ、そうでもなくて、その後、まあ、それなりに出世することになります。はい。ということで、なぜね、お父さんが左遷になったのに出世できたのかということを、えー、この形図を使って説明します。まず、この動画で何回も名前が登場している、九条流の祖になった藤原の諸助って人がいましたよね。 で実は、その諸助の娘と源の高明の間に生まれた子供が、え源の年方になります。えつまり、源の年方にとって金家は叔父になるしえ、その金家の息子たち、つまり道高とか道長と年方の関係は、いとこの関係ということになるんですね。はい。ということで、年方はえ、覇者になった九条流の人たちとは血縁関係がすごく強かったので、 おそらくなんですけど、金家とか道高に取り立てられることで、えー、都市方は昇進することができたと考えられていますね。はい。で、特に都市方は、金家の子供たちの中でもえ、長男の道高と仲が良かったと考えられているんですけど、まあ、すでに説明したように、その道高とかが病死して、まあ、最終的には金家の三男の道長が覇者になりますよね。はい。ということで、道長の時代がやってくるわけですが、 え実は、市方って、道長ともすごくね、深い関係にあったので、道長の時代も順調に出世することができました。はい。ということで、え道長と都市方の関係をこの形図を使って説明します。まず、これはすでに説明しましたが、え藤原の諸助の娘、具体的に言うと、諸助の三女と源高明との間に生まれたのが都市方になります。 はい。しかし、三女、諸助の三女は亡くなってしまいますで。その後、源の高明は、諸助の五女と結婚しました。まあ、つまり、亡くなった妻の妹と再び結婚したという形になりますね。はい。そして、源の高明と、えー、諸助の五女との間に、えー、源の明子という女性が生まれました。えー、つまり、年方にとって明子は、お母さんの異なるイボマイということになります。 ただ源の明子は生まれてすぐまだ幼い頃にお父さんの高明がアンナの変によって失脚してしまいます。でアンナの変でお父さんが失脚した後源の源明子は詳しい経緯は分からなかったんですが今赤丸が出た女性、えー、藤原兼家の娘であり道長にとってはお姉ちゃんである藤原の明子のお世話になるようになったとされています。 まあちょっとね、源の秋子と藤原の秋子で、秋子かぶりでね、わかりにくいので、まあ、本当は音読みで、源の名詞とね、えー、藤原の戦士って呼びたいところなんですけど、まあ、大河ドラマが二人とも訓読みで秋子になってるので、まあ、それに合わせてます。ということで、まあ、ちょっとわかりにくいんですけど、えー、お父さんが失脚した源の秋子は、藤原の秋子のお世話になることになったんですね。はい。で、そういう関係がありましたので、おそらくなんだけど、藤原の秋子が仲介人となることで、 えー、源の秋子は道長と結婚することになります。はい。といっても道長には、えー、源の友子っていう別のね、えー、精がいますので、えー、精という形ではないんだけど、まあ、秋子は、まあ、いわゆる妾ではあるんだけど、道長と結婚することになりました。はい。ということは、年方って、もともと道長のいとこなわけですけど、えー、いぼまいが結婚したということで、道長と義兄弟にもなったわけですね。 はい。ということで、源の義方と道長は、いとこかつき兄弟ということで、非常に深い関係にありました。ちなみに、源の秋子は、道長の正妻ではないわけですが、といっても秋子は、道長との間に4人の男子と2人の女子を産んでいます。もちろん、道長と正妻である源の友子との間に生まれた子供たちに比べると、秋子の子供たちは出世のスピードとかが大幅に遅れていて、 まあその辺はね、しっかりと区別されているわけですけど、といっても目かけでありながら、6人もね、子供を産んでいますから、えー、秋子は道長からそれなりに大事にされていたんじゃないかと考えられますよね。はい。ということで、まあ、その辺がプラスに働いたのか、道長政権でも年方は出世することができました。ということで、年方は1017年にゴン・ダイナゴンになっています。 はい。そしてその10年後、1027年、これは道長とか行成りが亡くなった年に、年と同じになりますが、えー、源の年方も1027年に、去年69で亡くなっています。はい。ということで、まあ、最終的な感触は、ゴン・ダイナゴンということで、まあ、それより上のね、ダイナゴンとか大臣にはなれなかったわけですけど、今、藤原前世の世の中ですからね。えー、藤原前世の世の中でゴ、ゴン・ダイナゴンにまでなれた源の年方は、 まあ、順風満帆と言っていいのかは分かりませんが、まあね、えここまで上り詰めたことはすごいことなんだよというふうに評価していいと思います。はい。以上で今回の動画は終わりです。長い動画になっていたかと思いますが、最後までご覧いただきありがとうございました。えこの動画を見ている人は、大河ドラマ、光る君へを見ている方が多いと思います。はい。で、あのドラマ、ものすごく面白いんですけど、ちょっと藤原さんとか源さんが多すぎるので、 この二人どういう関係だっけみたいになるときってすごいありますよねで。実際僕もそうで、今回のこの動画を作成するにあたって、もちろんね、そのドラマが始まる前から勉強はしていたので、ちゃんと知識はあったんですけど、ただ形図とかを作るにあたって間違えられないんで、これって本当にそうだったよねみたいな感じで何回も確認し直したりとかしたので、そんくらい複雑でわかりにくい時代ですよね。はい。ということで、まあ、これからドラマを見るにあたって、特にシナゴンのメンバーなんかは、 え、藤原の均等と道長ってどういう関係だっけとかね、そういうふうに疑問に思うときがまたあるかなと思います。でそういうときにこの動画を復習し直していただいて、えー、関係とかをね、確認していただけたら幸いかなと思います。はい、こんな感じで僕のチャンネルでは歴史を解説する動画を投稿しています。まあ、特に今年は、えー、大河ドラマ光る君へを毎週解説する動画を投稿していますので、えー、そういうのに興味があるよっていう方は、えー、チャンネル登録や高評価をお願いします。 はい、最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。